皆さんこんにちは。今回もスプラックスフライングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜してたった一度きりのチームを作る、やるたびに完全に新しいチームが出来上がる、そういうモードになってます。はい、レバンドフスキー、はい、非常にねシュートとボールタッチに優れてますね。ベンゼマタイプの頂点のような選手ですね。コンタクトプレーもキックもドリブルも、優れていると。ベンゼマね、レアルマドリードからクリスティアーノ・ロナウドが、移籍してよりね才能開花させてますね。はい、決してねレバンドスキーに勝るとも劣らない実力の持ち主だと思います。で、チリのセンターフォワード、イタリアの選手、コロンビアの、選手、カルロス・ゴンザレス、コロンビアですね。アメリカの、センターミッドフィルダーですね。でコートコートジバルのセンターバックと、オーストラリアの選手、ビダですね、クロアチアの選手ですね。で、ロシアのサイドミッドフィルダーが、いますね。はい。で、キーパーね、チリのブラボが入ってます。で、はい、控えが、ドイツ、ポドルスキーと、で、ロシアの選手、川又、イタリアの選手と、なるほど。今ね、神戸にいるポドルスキーですね、ボールタッチと、キック力優れてるということでね、この人もベンゼマと同じようなタイプですね。動き出しはないと。どうしようかな。あ、レバンドスキー、そうか。この二人ね、並べるとなるとね、やっぱり、レバンドスキーの方がね、前面に押し出されますね。はい。ポドルスキーも影にして、レバンドスキーがね、より多くボールを触るような、センターフォワードとシャドーストライクの関係性で、攻めた方が、どうしよう、サイドもいないのか。誰かサイドやんないと終わっちゃう。サイド。この人ですか、とりあえず。はい、左この人で、ウィングできますね。で、まあ、ビダがいて、まあ、この辺ですね。コロンビア選手は脇を固めてもらって、これね、完全にクロアチアとコロンビアの合同チームで、まあ、川又入れるか。難しいところですね。あ、この人強いですね、結構。これを入れて、はい、安定しますね。川又外してますか。ね。うわぁ、ちょっと厳しいですけどね。はい。あと、サイド誰かできないのかな。まあ、サイドやれさるとしたらね、はい、この辺の選手になってくると思うんですけど、そうすると、センターバックね、一人入れるっていう感じになってきますね。はい。まあ、とりあえずこれで、はい。もうね、レバンドスキーとポドルスキーで、はい、この、スキースキーコンビでね、なんとか。相手はどこ？ナイジェリアと。はい、まあちょうどいいぐらいですか。ナイジェリア決してね、油断できないチームですね。非常に身体能力高い、攻撃陣特にね、はい、このムサもね、要注意の選手で危ないですね、これ。はい、スピードがね、もありますね。はい、ビダがカットして、右でね、カウンターですね。さあ、これは、いけるかな。はい、行きましたね。いやー、どこに出してんだ。はい、ちょっとミスですね。はい、はい、レバンドスキーの足元に放り込んでシュートで、わずかながら、はい、得点には至らずと。はい、今度はね逆を使いますんで、はい、レバンドスキーからポドルスキーと、強烈なシュートで1点ですね。レバンドスキーのねトラップがうまかったですね。で、後ろに落として、ポドルスキーがスペースにいましたね。はい、これは、アメリカの選手がプレッシングに行くと。いや、レバンドスキー頼む。頼む。はい、なんとか、えい。はい、ここね、ちょっと危ないつなぎですけど。はい、ポドルスキーから、うわー、オフサイドですね、明らかに。ちょっとね、連携がまだね、慣れてないですね、2人とも。はい、レバンドスキーから、いやー、あ、やばい。いや、今パスミスですね、明らかに。頼む。いや、モーゼス。えい、うわー、強い。はい、強いですね、この辺は。いやー、そこ、ビダがかわされると本当に危ないですね。はい、カットして、ショートカウンターですね。これは、一転してこっちのね、チャンスになりますね。もう、ポドルスキーの強引な、はい、行きましたね。で、シュートで1点と。はい。いいですね。これはもう、この人が行きます。はい、また、ショートカウンターですね、これ。
やー、こっちがうまくいかないですね。はい、左のウイングがね、ちょっと、抑え込まれてますね、今のところ。もう一回。はい。あー、前ですね。はい。今ね、ワンスリーの形ですね。はい。3-0 と。いいですね。フォーメーションは、このね、二人の関係性悪くないですね。これ、並べちゃうとね、ちょっと話変わってくると思うんですけど、まあ、とりあえずシャドウ入れといてね。はい。で、まあ、本当にね、この二人頼みですね。ちょっとウィングがね、いまいち効いてこないんで、ナイジェリアもね、決して、楽な相手じゃないんでね。はい。ここプレッシングいきますね。はい、ここでボールがね、取れないですが。いや、かわされちゃう。わー、はい、ビダがいきます。で、ここカットして、カウンターですね。はい、中央もね、使いながら、適度にね、戻しながら、はい、うまく崩せますね。デルバンドスキーのスペースから、シュートで1点だと。はい、カウンターね、ちゃんと決まった形ですね。相手がね、ボールホルダーにしっかりプレッシングかける、守備してきましたけどね、やっぱり、ずれてずれてね、1個遅れちゃうと、今みたいな感じで。あ、今のもね、ほぼ1点ですけど。いやー、ひどい。はい、操作ミスです。うん。これ奪えないのかな？はい、奪って、ミドル、ロングシュートと。まあ、悪くないですね。やっぱりね、カウンターが来ちゃうんで、コーナーキックね、シュートで終わらないと、危ないですね。これ、いけるかな？はい、綺麗にね、崩しましたけど、シュートは枠内です。枠外ですね。はい。ここが結構開きますね、なんか。うん。はい、中央からまたシュートで。うわー、強い。ナイジェリアキーパーがね、非常に身体能力高くて、簡単な相手ではないですね。はい、落として、レバンドスキーと。いや、今ね、うまいですけど、ちょっとね、はい、足りなかったですね。今度こっち使って、わー、ダメだ。はい、パスが悪いですね、今の。カルロス・ゴンザレスがプレッシングいきます。で、ボール奪いましたね。はい、これは、右からのカウンターは、ミゲルに封じられると。はい、また取りましたね。いやー、ここ強いな。はい、ポドルスキーからレバンドスキーに、渡してシュートですね。はい。カットインシュートですが、キーパーのね、対応が良かったですね、今。はい、ビダから、またね、こっち。うわー、ミゲル、強いですね、この人。相当攻撃を封じられてますね、今のところ。はい、中央、失敗。はい、というわけで、4-0 ですね。まあ全体的にね、レバンドスキーとポドルスキーのコンビネーション良かったと思いますね。他はあまりね、特筆すべきところないですね。アンカーの真ん中に、ビダを置いてね、ディフェンスを安定させると。で、前線は、レバンドスキーセンターフォードに対して、ポドルスキーシャドーストライカーですね。ナイジェリアのね、ディフェンダー陣に対して、だいぶ通用した形だと思います。ほぼね、二人で、まあ、サイド経由してね、パス回しはありましたけど、最後決めきるところね、二人の力でこじ開けましたね。ポドルスキーも決して悪くなかったですね。はい。ただ、レバンドスキーに比べるとね、世界的、ワールドクラスの能力には至っていないという感じですかね。はい。まあ、陰にね、徹することができればね、決して悪い選手ではないですね。はい。というわけで、今回はサッカーナイジェリア代表相手に4対0でした。また次回ね、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。